はい、岡崎グリーンメンテナンスの岡崎です。今日はですね、のり面の、刈り込みですね、常用機械じゃ入れないようなところで、今奥で自走のロータリーモアで、広いところを買ってもらっていて、でロータリーモアで入れないところ今仮払いで、買ってもらってます。で、そうですね、こういった木の周りですとか、こういった U 字工の周りですよね、特に、手間のかかるような場所を、重点的に、作業しております。はい、以上になります。